皆様こんにちは。ファイナンシャルプランナー監修、工場勤務の底辺脱出、貯金1000万円の日常です。今回は30代前半で貯金1000万円を達成するために大いに貢献、即席麺が作れれば十分、料理ができなくても大丈夫、世界各国でその国々の名物料理を食べまくった2回の世界一周旅行経験者が、誰にでも簡単にできる食品ロスを減らす SDGs に配慮した超簡単な究極の節約飯レシピを大公開します。ではいきます。賞味期限切れ食材で作る究極の節約飯。究極の節約飯の材料を簡単に説明すると、1、もともとの値段が安い白菜、その時々に安い野菜、半額コーナーの野菜。2、半額食材や腐っていない賞味期限切れ古い食材。3、カレー系やキムチ系などの濃厚で辛みがあるスパイシーな味のスープを使うことがポイントです。動画の概要欄でも材料とレシピをざっくりと説明しておきますので、ぜひご覧ください。今回は以前に使って余っていた鍋のスープにキムチ鍋の素を足しました。そして野菜以外の具は半額になっている練り物類を入れ、豆腐を加えます。ここまでで加えた食べ物はすべて賞味期限切れで、野菜も買ってから1週間以上は経過しています。水道のない地域に滞在をした経験がある私にとっては何ともありませんが、安全性に若干の不安があるため、しっかりと煮込むことが鉄則です。1食目はスンドゥプ風スープカレーで、おこげができた余りご飯に究極の節約スープをかけて完成です。2食目はすき焼きチゲ風雑煮スープです。究極の節約スープはどんどん進化します。冷蔵庫の奥の方から古くなって腐ってはいないけど味が悪くなった鶏ハムとイワシの甘露煮が出てきたので、究極の節約スープに加えて煮込みます。鉄分補給もついでにしたいと思ったので、鶏レバーの甘露煮と煮汁を加えました。こうすると甘みが出て和風に近づきます。なので主食は余っていたお餅にしました。3食目はピリ辛スンドゥプおでんで、煮詰まってきて味が濃くなったので、スープを水で薄めて豆腐や練り物系の具材を選んで盛り付けました。4食目は甘辛キムチうどんで、余っていた冷凍のうどんを使いました。4食目となるとスープがかなり減ってきたので、どこにでも売っている即席うどんスープの素と水を加えてスープをまた復活させました。しっかりと煮込んで器に盛り付け、卵をのせたら完成です。5食目は焼きチーズキムチリゾット風です。お鍋の締めが雑炊なのと同じように、究極のスープの締めも雑炊にします。本来は余りご飯を使うのですが、なかったので代わりにオートミールを使いました。しばらく煮込むとこんな感じになり、見た目が貧相なのでクリスマスで余ったチーズを振りかけ、クレームブリュレバーナーで表面を焼きました。そうすることによって見栄えがとても良くなり、サイゼリヤのミラノ風ドリアに似た外観になり、とっても美味しそうになりました。ほんの少しの工夫によって一つの鍋料理が何種類もの料理に変身し、栄養満点で毎食違った料理を食べられるので、コスパは最高です。 YouTube ショートなどで食事を公開していると、視聴者の方々から犬飯だとかまずそうだとか酷評のコメントをいただきますが、実は
好き好んでこのような料理を作っています。その理由はいろいろな食材を入れると良いお出汁が出て、普通のスープ料理に比べると味が良くなる確率が高く、結構美味しいんです。例えばこの料理の場合、肉類、魚介類、野菜類、大豆製品など様々なお出汁や油が混ざり合い、とっても良い風味になります。世界一周旅行を2回行い、食の都パリに住んだ経験があり、世界中の美食を満喫してきた経験からこの料理を説明すると、日本、韓国、シンガポール、タイ、インドネシア、イタリア料理の良い部分を取ってミックスしたフードロスを減らすエコな節約料理で、安全性の問題を改善したレシピが世界に広まれば、フードロスの問題や貧困問題の解決につながり、世界が変わると思います。ただ、このスープには少し問題があります。私が世界で食べてきた料理を見ながら注意点をお聞きください。この料理は食べ物の安全性を見極める最低限の能力が必要です。それを具体的に説明すると、腐っているか腐っていないかを判断する味覚と嗅覚で、大抵の人は当たり前に身につけていると思いますが、稀に匂いや味がわからない人がいるようで、そのような方には絶対におすすめできません。安全に節約飯を作りたいのであれば、賞味期限の切れていない半額食材で作れば安心なので、不安のある方は賞味期限の切れていない半額食材でお作りください。私は15年以上これに準じた料理を食べ続けており、お腹を壊したことは一度もありませんが、もし貯金1000万円の日常流、賞味期限切れ食材で作る究極の節約飯を作られて体調を崩されたとしても、一切責任は負いませんので、自己責任でお願いします。本日はご視聴ありがとうございました。工場勤務をしながらの動画作成の励みになります。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。